ず一つ目は慰問活動です。おじいちゃんおばあちゃんがいる施設や病院などに行って、手遊びを一緒にしたり、あとありがとうと書いた折り鶴をプレゼントしている、そんな活動をしています。はい、そして二つ目はエコ活動です。私たち赤城山に赤城山の森っていうものを持っていて、そこで緑を増やすために植林活動などをするエコ活動を行っています。そして3つ目は、私たちは認知症の方への理解を皆さんに深めていただくため、認知症アンバサダーとしても活動しています。4つ目は群馬の名産品や観光地の PR 活動です。群馬のいちご、弥生姫、嬬恋高原キャベツ、温泉、そして世界遺産に登録されている富岡製糸場と絹産業遺産群の PR もしています。はい、そんな活動が認められて、私たちはアイドルプラス群馬県の観光特集をしています。皆さん今日はよろしくお願いします。さあ今日はね、赤城団も結構毎年出演させていただいてまして、はい、このね桜祭り楽しみにしていました。ちょっとね、はい、お天気の方が来た時は悪かったんですけど、なんと今、ね、晴れてます。よかった。そう、今日見てくださる方も大変なのかななんて ね、ちょっと話してたので、皆さん寒くないですか？大丈夫ですか？皆さんが寒くならないように暖かいライブができればなと思いますので、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。そして今日は桜祭りがね、第30回ということで、本当に記念すべきということで、改めておめでとうございます。すごいね、歴史ある本当に桜祭りですね。本当ですよ、もう昭和603年ですかね、その前から、はい、長いです ね。そんな素敵な、ね、イベントで私たちも頑張りたいと思います。さあ、それでは次の曲に行きたいと思います。次の曲は桜にちなんだ曲を披露したいと思います。はい、次の曲は桜超特急という曲を披露させていただきます。この曲は AKB48 さん、桃色クローバー Z さん、ジャニーズの嵐さんなどの楽曲を手掛けている多田慎也さんという方に私たちも作っていただいた桜超特急という曲になっています。そうなんです。はい、いつもちょっと満開なんですけど、ね、やっぱちょっと ね最近気温も、ね、高かったので、あったね、そう、満開になるのも早かったし、で今日はちょっと散っちゃってるかなと思いきや、でもまだ桜の木は頑張ってくれてますね。頑張ってますよ、ね、ますよね。この曲を披露して、ここの桜の木が皆さんから見て満開に見えるような桜の曲を今から披露できればなと思いますので、ぜひ皆さん聴いてください。それでは聴いてください、桜超特急。窓の外、花吹雪の向こう、見慣れた街、発車の出る響いたなら、旅立とうスタートの合図。山際沈みゆく夕日、何度数えたろう、君との思い出ひらひら胸に舞う。自分輝きをちゃんと見つけるからね、本当ワクワクする毎日の童話を今この手で開けて、グッバイデー桜超特急、車輪の鳴り出す
つか切り出したり、自分で考えた通りに生きなくちゃね、生きてきた通りに考えるんじゃなく、ふざけあった帰り道も涙に濡れた夜の電話もぎゅっと抱きしめるように、どんなことも希望も全部きらめいている、明日に以前速力グッバイです。桜ちょっと急車輪回り出す心の中ありがとうを叫んだら、また来年の春この場所で会えたら嬉しいです。さあそれでは行きましょう。ですね、赤木団の中にはいろんなチームがありまして、この3人はですね慰問活動を中心に行っているチームリトルウィングトループスのメンバーです。今日はチームリトルウィングトループスの中の中学校メンバー、中学生の3人で皆さんが知ってるカバー曲でこの会場を盛り上げたいと思います。皆さんこんにちは。せいやです。ルナです。はずきです。よろしくお願いします。次にやる曲はぐんまちゃん、ゆるキャラのぐんまちゃんの応援ソングをやりたいと思います。私たち赤木団はぐんまちゃんの応援隊としても活動しています。ぐんまちゃんの応援隊としても活動してるから、そんな応援ソングを今から披露したいと思います。では曲振りお願いします。大きいお友達や小さいお友達も一緒に真似してみて踊ってください。それでは聴いてください。みんなのぐんま、さあ皆さん一緒に踊ってくださいね。せーの、
次は千本桜です。さあ皆さん、千本桜盛り上がっていきましょう。一緒に盛り上がってね。はいはいはい。まだ
あちらで募集しているそうなので、今ねこれを見て私もやっぱ活動かななんてね、あの思った方あちらでぜひぜひ申し込みしてみてください。いかがでしょうか、ね、その他にもたくさんいろんなことやっていますので、この後もぜひ楽しんでてください。さあまだまだこのお祭りを盛り上げるためにこの歌で盛り上げていきたいと思います。聞いてください、赤木団でボイス。公式アイドルを決める大会で、はい、全国のアイドルの中からグランプリを赤木団が取らせていただいた時にいただいた曲なんです ね、はい、ね、その曲を皆さんに聴いていただけて嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。さあさあさあ、楽しい時間はね、あと残り1曲なんですが、はい、はい、最後の曲はやっぱり沼田もね、温泉有名ですよね、はい、老神温泉好きな人、はい、あ、たくさんいますね。その他にも何温泉が好きかちょっと聞いてみる。うん、オッケー、ね、おいし。さあ誰にしよっかな。おめでとう、はい、どうこんにちは。何温泉が群馬県では好きです
きましたからね。そうですよね。はい、じゃあそちらは。はい、じゃあこちらの男性、何をお探しですか。群馬ですか。イカホン。イカホン。イカホン線ね、皆さん一段登ったことありますか。あのね、道中にはね、いろんな美味しい食べ物屋さんありますからね。あともう一人ぐらいに行きましょう。誰にしようかな。どうしようかな。どうしよう。いっぱい人がいる中で元気よくね温泉の名前言っていただきました、はい、さあ群馬県にはねたくさん温泉がありますね。沼田だとお湯上温泉だったり丸沼温泉とかも、はい、水上温泉もね結構近いし、ね、いっぱいありますね。そんな群馬県の温泉の地名が全部入った曲を今から披露したいと思います。すごい早口なんですけど、その中に温泉の地名がきちんと入っておりますので皆さん見つけてみてはいかがでしょうか、はい、さあそれでは最後なので一緒に踊ってもらいたい振り付けがあります。はい、皆さん両手で L を作ってください。ありがとうございます。あ、そうですそうです、上手。じゃあ今私が歌いますので皆さんメンバーの真似をしてください。いきますよ、せーの。バン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 フーバン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 フーバン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 キュー。オッケー、皆さん完璧です。さあそれでは最後の曲いきたいと思います。ありがとう。それでは皆さん今日はありがとうございました。聞いてください、新馬好き女桜川の雄大な新家族はお湯くださる環境かほかみもく浅間隠し温泉郷群馬にはたくさんの温泉、日々の疲れを癒しにつけてゆっくりお泊まりされた時は皆さんと気軽に走るもいいかもね。よし、そろそろ行くよ。皆さん一緒に手を、心も体もリフレッシュ。
私が沼田公園桜祭りって言ったら拳を上げて最高って言ってください。いきますよ、沼田公園桜祭り最高。ありがとうございました。以上、群馬県から笑顔発信赤木団でした。ありがとうございました。次のステージなんですけど、はい、赤木団のこの後のステージですね、はい、はテクノ太鼓さんによります子供太鼓ワークショップなんです。おーワークショップですね、何なんでしょう。はい、こちらですね、小さいお子様から参加は自由となっております。太鼓体験で覚えた演奏はこの後行われる天狗みこしを担ぐ時にも一緒に演奏します。普段はね絶対できない機会体験ですので、ぜひねこの機会に皆様貴重な体験を楽しんでください。そして先ほど言いましたが天狗みこしですが、ご来場の女性の皆様はどなたでも担ぐことができます。ステージ向かって右手側の受付テントでハッピーのね貸し出しをしていますので、そちらでねぜひ参加の受付をあの申し込みしてみてください。はい、お願いします、はい、さあしょうこさんこんにちは。よかったです。今次太鼓の準備ができるまではちょっとお時間ありますか。あ、そうなんですね。はい、わかりました。ではちょっとねしょうこさんと赤木団でねちょっとお話なんかしていきたいなと思いますが、はい、しょうこさん晴れましたね。そうです ね赤木団さんのおかげだと思います。あれいやうちのメンバーにね実は晴れ女がいるんですよ。でも雨女もいましてね、今日どっちが勝つかねって言ってたんですけど無事に晴れ女で勝ちました。しょうこさんはどちらですか、雨女晴れ女。どうーん、晴れたことも雨になったこともないので多分中立の中立の、あ、曇り。じゃあ過ごしやすい気温ですね、一番いいですね。あ、はい、うん、事務局から連絡があるんですけど、はい、お車の移動をお願いしていて、公園近くのファミリーマート、あちらのファミリーマートで長時間無断駐車をされている方がいるということなので、お車の移動をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、でちょっとねあのファミリーマートさんがすぐそこにありますから ね、うん、でちょっと止めたくなってしまうと思うんですけど、こちらは、ね、ファミリーマートの、ね、ご利用する方がいらっしゃいますので、皆さんご協力の方よろしくお願いします。お願いします。さあそれでは皆さんこちらですかね、あ後ろ見ていただいた方がいいですかね。皆さん後ろ見てもらってもいいですか。こちらです、右手。もう今太鼓の準備ができたんですかね。 OK、はい、ですね。できましたね。 OK ですね。さあそれではご紹介いたしましょう。続いてはテクノ